電車中に可愛いね、これね。ね。可愛らしいよ。あとこの人のサーフパンツめっちゃ高いねんで。そうなんだ。この人金持ちやからやね。何でもプッと買うね。一度そう言っていいですか言うと。ほんまにさっき駅出たとこやったよね。これ、これええねんだもん。それ。じゃあママに電話せんとこんな。これを曲がります。風がすごいわ、風が。かわいい。ねえ。ゆかちゃん、おっぱいが大きいのに反対に、私だったら見せよう見せようとするのに、藤子さん、こっちのやつ嫌っていうのよ。パンパンパンなってるから。ほんとそっちの方がスタイルよく見えない。やっぱ若い子やからな、ふわふわがええよね。ふわふわ。楽ちん。これを、これをやね。あ、そう、そこから入るよね。あ、トイレからそっちから行くんやったね。あそこの白のとこやろ。あんたこれ歩いてきたんやろ。うん、歩いてきた。あ、早かったな。もう、あとユミちゃんと来た時もまだもう暑くって暑くってこっち来たことある？うん、西山。ある。いつもやりますよね、やっぱり。江ノ水っていうの？水族館。江ノ水族館。水族館。うん。江ノ水っていうのって、江ノ水、うん。私、あんた、あの時に全部食うて飲んだやつ、その日に全部落として、68.9 戻したから。うん。ほんで、また金の女子会で、もうタクシーで戻したほんと、もう悪いことしたわほんま。あと呼んであげたらよかったな思って、まあ、前日と中野と近いやろうと思ってさ、杉山さんとかででも飲んでたんですよ、ね、歌舞伎で。あ、そうな。おごってくれてるからあと言うてあげたらよかったな。それが綺麗なんや、一人女の子が、うん、女の子、私と年がほとんど変わらへん、綺麗な画像あるわ。でもう一人のパタリロちゃんっていう子がなんか飲み屋知っててバーかなんかね、でもちろん知ってるからもう飽き物してあげとったんよ。あれあんたなんかこう着方ちゃうで、なんかあっちなんじゃない、あ、危ない、あ、すいません、あれなんか違うでこれかわいい。15音で切れるから、ね、これ。帽子が飛ぶね、すごいな、風がね。あと今日仕事？休み。あ、休み？うん。あ、そう、それで月曜日だよ、言うとったんや。そう。今日ね。そうそうや。うん。あんたそのパンツ楽そうやね。それ高いやつ。ウエストがでかかった。どう試着せへんかったん。試着しないの。サイズ言ったらまあこれですねって言うからまあみんないたしまあいいかなと思って。あかんって絶対試着せへんだからね、さっきの服屋でもな。うん、うちなんかこれもう一つ太つあってもう一つなんかパンパンに入らへんかったの、ね、私。おっぱいのとこが同じやつやねんで、ね、本当に同じやつ。そうだよ、絶対僕試着センターあかんで、うちだからあのうまい子はネットでうまいこと書くと、うちネットの服とか水着とかの買い物はちょっと NG やね、うん、ね、怖いよね。ゆかちゃんはおっぱいが大きいからやね。うちなんか作り物のおっぱい大きいのちゃうからね。ね、空いてるやろ今日は。なんかやってんのかな、うん、そこであったんよ、この間。あ、いいや、平日は空いてるわ。レシケの方なんですけども、そこ中古やってますね。10代の番組で、収録やってる、ね、家族がいるんちゃう、家族が、うん、お父さんご飯食べ
お父さん来てあげて、来てあげたよな。来てあげて、この間来た覚えてる？はい、パパさんとママさん。遅いじゃん。なんてなんて？遅いじゃんってマジ言ったね。遅いね。私がもう飲んで潰れとったんよ今日は。上がってちょうだい。今日もちょっとね、天気はね、これ脱ぐんや、はい、よかったよ。わあ、美味しそう、見てこれご飯。お父さん、可愛らしい。ここええねん、ここ気持ちいいやろ、ここここあと可愛いで、この服気持ちいいね。で、ここちょっと海ばっかり行こうよ。そうやん、入れるよ。車も邪魔やから、これすごいな、ホコリが。砂がね。うん。うん、海汚い。どっかなんか2つ行けそうやね、2つで。これ1個とこっち2つ入るよね。無理で入れたね。